流水町の吉松橋より、下流川を望む初期の滝鶴田ダム、川内平野の中央部を流れる川内川。川内川は、熊本県最南部、宮崎県南西部及び、鹿児島県北西部を流れ東、品海に注ぐ川内川水系の本流で、一級河川である。九州では、筑後川に次ぎ、第2の規模を誇る河川で、最上流部は、熊本県、上流部は、 宮崎県に属する。九州山地の白発学南読に発し南流。ほどなく、宮崎県に入る。格闘盆地を清流して、鹿児島県に入り一旦南流。湧水町栗野で、再び清流して、大口盆地を潤す。伊佐市からは大ね南清流。薩摩仙台市西方で、東、品海に注ぐ。川口両岸には、九州電力の川内発電所及び、 川内原子力発電所が立地する。鹿児島県での流域は、県下有数の米作地で、また、伊佐市錦りの錦り鉱山では金も産出する。下流部の地名、川内に由来する。川内は古く、仙台、千代、仙台、川内などと書かれたが、語源については、諸説がある。江戸期より、格闘盆地や錦り平野などでは栽培される稲、等の考えのために、 多くの用水路が建設された。宮野城鶴田間では城納米運搬のために改作工事が行われ、菱しりでは人工河川が建設されたとされる。また、川口付近の薩摩郡高校、郷高江村では干拓が行われ、遠方7年着工、上京4年に竣工した。この干拓工事により、川内川の堤防として建設された。 長崎堤防は治水のために、ノコギリの歯型に構築された。その点が評価され2011年には土木学会戦勝土木遺産に指定された。中流域に位置する鶴田町に1950年にダム建設による洪水調節が計画され、調査が行われた。1961年には本体工事に着工し、1966年には、 川口から5 1トルの位置に鶴田ダムが竣工した。流域では川内川の洪水等により、1954年に鹿児島県薩摩郡東郷町小野口地区、1969年には川内市内中心部一帯、1972年には川内市場川内地区、宮野城町湯田地区、1989年には栗野町木場地区、 1993年には、平成5年8月豪雨の影響により、川内市、向田地区。1997年には、海老野市向江地区、日鹿町湯農地区で水害が発生した。また、平成18年7月豪雨において、川内川流域で洪水が発生し、2347戸が浸水する大きな被害を受けた。 これを受けて2006年度から2010年度までの予定で直轄河川激甚災害対策特別緊急事業が実施されている。薩摩町に水込む分水路を、初期の滝に初期の滝分水路を建設するとともに各所で共作部の掘削、堤防や水門の新設などが行われる。鶴田ダムの洪水対策能力を強化する工事も実施される。費用は 総額は356億円とされている。熊本県熊郡朝義理町、宮崎県海老野市鹿児島県愛良郡遊水町、伊佐市、薩摩郡薩摩町、薩摩仙台市市町名は流域の自治体。新速大橋海老の高原かつて中華流域を国鉄山野線及び宮野城線が並行していたが、山野線は1988年。 宮野女船は1987年に廃船となった。ありがとうございます。